森山の監督が奈良に来るなみたいな、奈良に来るなそうそうそう、全然香川 PL のセレクションも下に行ってんじゃんみたいな、フォークあったじゃん、延長戦なんて220球投げて一人投げてたもん、一人で。ちょうど俺らの時天理強かった、安友さんとかいた、あ安友さん2つ入れて強かった、そうそうそう、だから天理行ったら甲子園出れんじゃないかみたいな欲が、あまあ奈良だし行きやすいよね、そうそうそう奈良で天理だからね、うん、で俺は生まれた奈良だ、あそうなの、2歳まで奈良に行って3歳から大阪だ、厳密に言うと、ああそうなの、でもまあ県境みたいなところなんでしょ、そうそうそう、うん、で奈良に親戚もいて、うん、そこから行けるし、うん、で身内に天理高校天理大学行った人もいたし知り合いでっていうので、それで天理のセレクションを受けてほぼ合格みたいな、まあそれは合格するよね、でなんかそれで行って、うん、でうちのこれはもう言っていいと思うけど、うちのいとこが郡山高校が奈良の、郡山、うんうん、で甲子園出てるの、うん、うちのいとこもで俺が奈良天理行くということになったら郡山高校の監督で俺子供の頃から知ってたの、うん、いとこがいたから、うんうん、でそのなんかそういうのが天理に行きそうになったら郡山の監督が奈良に来るなみたいな、うんうん、奈良に来るなと、そうそうそう奈良に来るなと、でまた大阪の学校どっか紹介するとか言われて、いやいやもうでそれでちょっとなしになって、うんまあ、子供の頃から知ってる、うん、人で世話になってた人やから、うんうん、で結局どうしようかなって思ってる時に波翔から呼ばれて、うん、で一度食事してくれと、うん、もう一回うちの話聞いてくれみたいな、うん、で大阪市内まで行って食事行ったら高田さんがいた、高田さんは当時何年、巨人の現役プレーヤー、ああそっかそうだ現役だよね、うん、現役、うん、現役現役、高田さんがいて、うん、牛島君波翔入ってくるよって言われて、はい分かりましたって決まった、そうなんだ、そう、うん、他にこう PL とかなかったの、 PL とかなかったなかった、うん、なんか香川が PL のセレクションを受けて行ったとかっていう噂は聞いてたけどね、だから、うん、結局俺には香川一緒にやりたいって言ってるとかって言ってたけど、全然香川 PL のセレクションを受けに行ってんじゃんみたいな入ってし、うん、でも香川はその波翔のこう中学にいたわけでしょ、うんうんうん、大阪体育大だっけ、うんうん、大阪体育大、体育大学付属中学にいたから、うん、普通に行ったらそのまま高校も波翔に行くんだよね、うん、でも逆に言うと香川は目の前で見てるじゃん、高校生を同じグラウンドで同じ校舎内でやってるから、だからここに行っても甲子園行けないかもみたいな、ああ見てたかも、なるほど、それで PL 受けたそう、なんか落ちたとか言って、落ちてないでしょ、わかんない噂しかわかんないから、でまあ紆余曲折があったけど波翔に2人で入りました、うんうん、で2人とも1年の春からレギュラーです、うんうん、山本ってショートのやつも1年、ショートの山本くんもいいショートだったよね、この3人は1年生からもすぐ南海に入ったよね、そうそう1年生から山本もレギュラー、レギュラー、まあ、3年計画みたいなものに行ったんだよね、で結局1年生の時は甲子園では夏は出なくて、2年生の春出たんだよね、2年生の春で、2年生の春はどうだったの、1回戦で負けた高松商業に、俺全然イメージ牛島香川はいつも決勝まで行ってるイメージ決勝っていうかベスト4みたいなイメージなんだよ、なんか春も夏も、春も夏もそうじゃなかった、そう 春は準優勝で、あそうか夏がベスト4、池田に負けたから、じゃあ春は三ノ島に負けて、夏はベスト4で池田に負けて、池田に負けて、うん、あなんで三ノ島はそんな強かったのかな、まあ、俺3年の時ね、俺はベスト8でワイコーに負けたの、ジャンボ宮城ってあのでっかい、うん、あそこに負けたんだけど、あそこに勝ったらベスト準決勝は箕島とやるはずだったの、うん、俺は なんでか分かんない、やったことないから分かんないけど、俺も調子よかったから、石井はアンダースローじゃない、うん、俺左バッターだから、うん、石井は打てそうな気がしてたの、やったことないから分かんないんだけど、だからワイコーに勝ったら俺絶対一回三好には勝てると思ったけど、うん、その前に負けちゃったけどねその前ね、まあ、打てるチームではあったけど、うん、俺ら3年生の時は、うん、でもアンダースローとか南東派に弱いのよみんな、あもう負ける時いつもアンダースローに負ける、強いチームは大体そうだよ、そう、うん、だからそういうね、左ピッチャーのこうなんか変なとか、だからカーブとかね、そう池田の端川とか、あーカーブの遅いのとか、端川ね、でその時やっぱり三島は4試合目が決勝戦だった、うん、春、うん、
うちは5試合目が決勝戦、1試合少ないの、あっちの方が。で、準決勝で川之江とやった時に雨降りで延長戦になって220球投げた。一人で投げてたもん。一人で投げて、で次の試合が豊田姫路、150球投げて、春で、2回戦3回戦4回戦がもうでほぼ連投で、決勝も連投で、でもう全然朝起きたらもう立ち上がるのやっとみたいな。そりゃそうだよね、うん、昔はあんまり球数とかね、今でこそ中1日空けたりさ、甲子園も休養日があったり球数的なことを言ってて、1チームにピッチャーを2人とか、まあ、3人とかそういう感じだけど、昔は1人だもん、そう1人で全部投げてたもん。だから決勝戦のマックスは128キロだもん、ストレートが。全然。でもさ、フォークあったじゃん、あの当時高校生でさ、フォークって普通なかったんだよ、まあ、まっすぐとカーブ、あと、まあ、シュート、チェンジアップなんかないよね、スライダーもあんまりなかったと、まっすぐとカーブみたいな感じの時にフォークボール投げてたじゃん、あれはさ、あれはちょっとすごいなと思った。打てるわけねえよ高校生のフォークボール。カーブがね、曲がんなかった全然。いやカーブ良かった。いやだから最後に曲がるようになった、いやそうでしょ、カーブすごかったよ、ゴーンっていか、いわゆる堀内さんみたいなカーブ、ゴーンっていっかい上がってもう落ちるような、あれが3年の2年の秋かぐらいに曲がるようになってきた、フォークはもうその前からやってたの。カーブが曲がらないから、まっすぐ一本じゃ通用しないから、まっすぐだけはきついやな。そうだから、フォークをちょっとチェンジアップ代わりでいいやと思って投げてた。だからある程度投げれるようになった。それ誰かに習ったの？いや習ってない、自分で、うん、センスあんだよ。いやいや、もうだからもうそのちょうどフォークボールがこう世の中に入り出したみたいな。入り出してた、うん、チラッとあんまりいなかったと思うよ、出始めたみたいな、雑誌とか見ながら出始めの頃やな、でも少なくとも高校生でフォーク投げる人はいなかった。そうだね、だからあれカーブがもっと速いうちから曲がってたらフォーク投げてなかったかもしれない。なるほどね、じゃあもう最終的にはまっすぐカーブフォーク、ごめんさっきねちらっと言ったんだけど、春東洋大姫路にやった、東洋大姫路は何対何だったか覚えてる？5対3かなんか3点、俺ねその時東洋大姫路と1回2回戦で当たったの、1回戦作新学院に勝って2回戦でちょっとまあ自分でも肩、俺ピッチャーだったの、肩痛めてのはちょっと言い訳なんだけど、本当に肩痛めてて、4回12安打9失点、5回からライト守ってたの、豊田姫路で、あの岡田っていう履正社から今まで姫路の監督になった岡田君が、あのキャプテンだったかな、2、3本打たれたな、その豊田姫路を3点に抑えた、まあ3点もうその時も強かったでしょ。でも強かった、あの頃ね、あの時その時もう自分の体の疲労の方が勝っててあんまり覚えてないから、どうやって打たれたかとか、で春は準優勝、準優勝、夏はやっぱりどこが一番強かった、どこが一番強かったっていうか、もちろん浪商が甲子園出るんだけど、大阪は PL はどうだった？小早川いたでしょ、強かった PL、だからPL に勝たないと甲子園行けないみたいな、結構予選の連投が続くのよ、大阪8試合ないしてなあかんから、予選で8試合多いもんな、5連投ぐらいするわけよ、球場もあっちこっちで。大阪って本当は2校でもいいよね、200校ないのかな、いやね、200校あると2校になるんだよね、180とか90ぐらいなんで大阪かもしれない、ね、ギリなんだよね当時はね、今は分かんないけど、だから最後それまでも PL に3回試合して2回負けてるの、1年生からやってきて、小早川いるし山中おるし阿部おるしみたいな、でこれちょっと俺のこの連投してきた体で、抑えれるかなみたいな心配してて、でまあとりあえずは低め投げて長打を食らわないようにすればいいかと思って、で決勝戦やったの。決勝戦だったの？決勝戦で、あれ日生球場？そう、日生。この前小早川と話したとき、小早川はそのこと言ってたのかな、なんか渋滞でなんか着くのがすごい遅れて PL があって、来なかったの、なかなか、なんかそんなこと言ってて、日生球場なかなか着かなくてみたいな、そうそう来なくて、PL って何やってるか分かんないじゃん、見えないから、だから秘密練習でもしてきたんじゃないかみたいな感じで、こっちはそう思ってるわけよ、そう思ってやったらバタバタバタっとしてたからさ、なんか
小早川が言うにはそのギリギリで着いたから準備ができないから、うん、いつもは高校なんだけど、うん、じゃんけん勝ったら先行を取れって決まってたのに、じゃんけん勝ったのになぜだか高校って言ったんだって監督が、うんうん、で準備不足で守ったら、うん、初回に、うん、なんか5点だか6点だか取られたようなことを、うん、ナミション取られたようなことを言ってた、うん、1回にね、うん、5点取った。そうでしょ、うん、なんかそんなこと小早川お前言ってた。で、あの5点あるからもうメンバー浮かれてるやん、お前5点は取られへんやろとか、うんうんうん、そんなわけないやろ、もう甲子園やろってそんなわけないやろって言って1回の裏に1点取られた、取られた、うん、3回の裏に2点取られた、うん、で最初に5点取るとなかなか点取らないんだもんな。で5点1点2点で5対3になって、うんうん、3回で、うん、これはもうどうしようみたいな焦るよね、うん、こっちとしては、うん、だからもうとりあえずもうゴロ打たしてゴロ打たしてみたいな意識で持ってて、で、まあ、自分で犠牲フライ打って6点目は自分で取るな、うん、でそれで3点差になってちょっと楽になった、うんうん、気持ちが、うん、でこれでひょっとしたらと思って、うん、だ結局、9対3ぐらいで勝ったけど結果、うんうん、あの途中でもうまた入って勝ったけど、その3回までやったらもう俺負けるかもしれないと思って野球やってるから、うん、でなんとか勝てて、その試合も結局10本ぐらいヒット取られてる、PL にもうシングルヒットやっていいやと思ってたから、で10本ぐらいヒット取られて3点で収まってる。なるほどね。小早川その試合のこと言ってた、うん、俺たちの方が強かったのにぐらいのことを言ってたよ。あのね、ピッチャーがね、ピッチャーいなかったね、いなかった、うん、あ、中西君って2人いたよね、なんかアンダースローの人と、そうそう、うん、もう一人なんか、なんて名前なんて言ったっけな、2人いたよね。PL ってなかなかピッチャーがなんか、うん、あんまりいない感じがあるよね、桑田ぐらいかな。あの時にいいピッチャーいたら、うん、PL の方が強かったと思う、うん、そうだよね、阿部もいたし、山中もいたもんな。いよいよこう、まあ、大学、社会人、プロと、まあ、3つで、ねうん、野球をする上においてこう選択肢あると思うんだけど、大学とかそういうのも全くなかったの？なんかもうプロ、うん、不思議な学校で、うん、俺には何も大学来てるの伝えてもらってない、知らないの俺全然。まあ大体来るよね大学、まあ来てたかなみたいな、来るよ来るよね、うん、それでそれがもしかしたらもうそのレベルだったらこうもうプロ行くだろうと思って大学来ない可能性もあるよ逆にね。ああでも来るよ普通は、うん、来てたと思うけど、うんうん、まあその流れで聞いてないし、でもプロからもこうお誘いがちらほら来てたんで、うん、まあプロでいいかみたいな、うん、大学行ったら遊び表現で潰れてしまうやろみたいな、うんうんうん、って思ってた。あ、それは正しいかもしれないそう思ってた。でも、うん、潰れてはないとは思うけどね、うん、あでももうプロっていうのはもうそこでプロにでやれる自信があったわけだよね、まあ、あの3年の夏の1回戦で上尾で上尾、うん、であの同点に追いついて逆転して勝った試合の延長戦で、うんうん、あこのボールやったらいけるかもしれないと思って、あ自分で投げてる感じで、そうそうそう、もう延長戦の方がいいボールいってた、だんだん良くなってきた、そうそう、で、うん、140ぐらい投げててもこの球いくんだったらっていうので、それでプロいけるかもって、その時春はもう全然持ってなかった、準優勝したけど、うーん、もう体もボロボロやし、でそんな納得した球いってないしみたいな、うんうん、で1年のな、あ3年の夏の甲子園でやっとプロいけるかなと思って、うんうん、でもうプロ一本でいこうと、うんうん、大体何球団ぐらい来たプロは、ほとんど来たみたいな、全部来るよね、うん、全部来るよね、うん、